1958年のテレビでは、1958年の日本におけるテレビジョン放送全般の動向についてまとめる。テレビ、冷蔵庫、洗濯機の3つからなる、当時の新世代電化製品を指す3種の人器なる、用語も生まれたこの年、前年に予備免許を交付された VHF を親局とするテレビジョン放送局の開局ラッシュが始まる。 NHK はこの年、熊本県などでテレビ放送が開始。民放では3月1日に6曲目となるラジオ、九州を皮切りに1年間で12曲が開局することになる。また年末には東京、芝に高さ332.6メートルを誇る電波塔、東京タワーが完成。これに伴い NHK と KR テレビは既存の 実写テレビ電波塔から東京タワーに送信書を移し、そして翌年開局の日本教育テレビと富士テレビを含め4局5波が東京タワーから関東一円に電波を発信することになった。なお日本テレビも東京タワーから送信を要請されていたものの、自前の電波塔として計画していた勝力タワーの建設を目指していたため要請を断り、 当時の本社である麹町から送信し続けた。読売テレビ、開局テレビ、西日本開局関西テレビ、開局東京タワー春工など、ありがとうございます。